本日の相談です。釣りの話で盛り上がる女性は珍しいので、夜釣りに誘ったらさすがに断られたので、居酒屋飲みデート、話は盛り上がりその場で次のデートの約束、ところが当日行けませんとドタキャンされ音信不通。何がダメだったんですかね。いつもご視聴ありがとうございます。恋愛アドバイザーの津崎まみです。チャンネル登録、LINE と Twitter 本当にありがとうございます。この動画が少しでもあなたの役に立てれば嬉しいです。私のチャンネルでは見るだけで恋愛がうまくいくというのをコンセプトに動画を作成しています。お忙しい方やサクッと恋愛の知識を深めたい方に特にお勧めできる内容となってますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。お悩みの相談は LINE アットにお願いします。男性向けの LINE アットと女性向けの LINE アット両方ありますのでですね、男性の方は男性用、女性の方は女性用に送っていただけたらと思います。ということで今回はですね、2回目のデートに誘ったのに断られたっていうことなんですね。これ結構経験ある方いらっしゃるんじゃないかなと思います。この時にね、なんで断られたのかっていう理由が明確やったらいいんですけど、大抵の場合は理由が分からずにですね、モヤモヤするなんてことも多いかなって思います。ただしですね、誘って断られたからといって全くですね、見込みがないとか全然脈ありがないとも言い切れなかったりするので、今回は2回目デートを断られる理由と巻き返す方法っていうのをご紹介しようかなと思います。ということで目次はこんな感じです。2回目デートを断られる理由、諦めた方がいい断られ方、もう一度誘った方がいいパターン、何回まで誘えるで、注意点と脈なしでもデートしたい場合です。では早速やっていきましょう。まずですね、2回目のデート断られる理由からご紹介しようと思います。1つ目、会話がつまらない。会話がつまらないっていうのは、こっちはね楽しいと思ってるけど、女性側がね一生懸命合わせてくれてたとか、あとはね会話盛り上がったけど、あんまりね女性がね自分の話をできなかったとか、まあ女性ってね自分の話聞いてほしいので、そういう感じでちょっとですね会話がつまらないって感じてしまったっていう場合ですね。で、二つ目が引いてしまった。これはね、何らかの理由で相手がですね、あなたに対して引いてしまったっていう場合ですね。まあ、それは清潔感だったかもしれないし、会話だったかもしれないし、どこをね、引いてしまうかっていうのは人によるんだけど、女性っていうのは平均点を取らないとその人のこと好きにならないですね。例えば顔が100点でめっちゃかっこよかったとしても、会話が0点で全然面白くなかったらその人のこと好きにならないですね。だから1点集中的に自分のいいところを高めるよりも、全体的に底上げするっていうのが大事です。では次、諦めた方がいい断られ方をご紹介しようと思います。1つ目、機会があれば。これはね、やんわりとした拒絶ですね。女性って結構この言い方で断ってくるんですね。行きませんっていう風にですね、結構はっきり言うタイプって稀で、まあ、また機会があれば、みたいな言い方をします。実際にね、めっちゃ行きたかったらぜひ行きましょうって言うんで、機会があればっていう言い方をされてしまうと、脈なしかなって思います。そして二つ目が音信不通ですね。まあ、これはね、特に解説する必要ないかなと思うんですけど、音信不通になるタイプの人ってね、悪い役やりたくないっていうタイプなんですね。悪者になりたくない。だから直接言って傷つけたくないっていうタイプなんですね。でもこういうタイプって、まあ、逆に言うと、あんまりですね、責任を取れないタイプなので、まあ、付き合ってもね、うまくいかないことが多いから、まあ、もともとですね、音信不通になるようなタイプっていうのは、追いかけない方が、もうやめといた方がいいかなと思います。三つ目、今仕事が忙しくて。男性が言う仕事忙しいは、マジ忙しい時がほとんどなんですね。でも女性っていうのはですね、どんなに忙しくっても、好きな人の前では暇になり、気がない相手の前では多忙になるっていう傾向にあります。ただしですね、本当に忙しくて全く時間が取れないっていう場合もあるので、まあ、時間を空けてですね、誘ってみるっていうのはありなんですけど、やっぱ現時点ではですね、無理やり時間を作って何とかして会いたいって思うほどあなたに対して前のめりではないっていうことですね。そして4つ目、理由がわからない。理由がわからないっていうのは、大抵の場合ですよ。楽しくなかった、会話がつまらなかった、あとタイプじゃなかった。まあ大体この3つどれかかなと思います。まあこれに関してはね、もちろんね、その会話に関しては、会話のね、テクニックとか動画で出してるので、そっちの方も参考にしてもらいたいんですけど、タイプ
プじゃなかったとかに関しては、もうね、自分のせいじゃないから、そこね、別に、まあ、もちろんショックだし、こっちがいいかなと思ったら余計に落ち込んだりするんですけど、でもですね、まあ、結局、その、タイプじゃないっていうのを、まあ、無理やりね、変えるってことはできるけど、でもなんか、そこまでするほどの相手かなって思うし、傷つく必要ないかなって思います。こっちがめっちゃ好きでどうしても落としたいんやったら、もちろん相手のタイプに合わせていくっていうのも大事だけど、そこまでじゃないんやったら、別に傷つく必要なんか全然ないです。で、次、攻め方を変えた方がいい断られ方ですね。一つ目、こっちから連絡しますね。これね、予定が分かったら連絡するって言われて、で、そのまま日程の連絡がないっていう場合は脈なしなんですけど、向こうがね、なかなかこう日程がね、分からない場合もあるので、こっちから連絡しますねって向こうに言われて、向こうから連絡が来るっていう場合は脈ありで大丈夫です。で、まあ向こうからね、連絡がなかった場合でも予定どうって聞いて、で、まあ、向こうからね、言ってくれるっていう場合もあるので、こっちから連絡しますねっていう言い方だけだったら、別に脈なしでも脈ありでもないかなって思います。ただしですね、相手にとってめちゃくちゃ会いたいっていうポジションには入れてないっていうところなので、こっちに対してかなり脈ありでめっちゃテンション高いっていうわけではないので、もっとですね、しっかりアプローチをしていく必要があるかなと思います。二つ目。次は他の人誘っていきましょう。これね、通常好きな人ってみんな独占したいんですよ。それそうですよ。好きな人だから二人で会いたいですよね。だけど他の人も誘うって言うってことは、あなたに対して特別な感情を抱いているわけではないっていうことですね。ただしですね、生理的嫌悪感を感じているわけではないですね。全く会いたくないって思ってるわけではない。でも二人きりで会うほど特別な感情を抱いているわけではないっていうことなので、やりようによっては全然チャンスありなので、他の人も誘ってって言われたら、やっぱ他の人も誘って行った方がいいです。ここでやっぱ二人きりじゃないとっていうのは、相手にね、え？って思われちゃうので、向こうが他の人も誘ってって言ってきたら、他の人も誘って出かけて、でその中ですね、もっともっと絆を深めて、二人でね、会っても楽しいなとか、二人で会いたいなって思わすように持ってくっていうことが大事です。で、次ですね、もう一回誘った方がいいパターンですね。一つ目、その日は都合が悪くて、先約あるパターンですね。その場合は日程の調整をするだけで会えるので、日程に幅を持たせてお誘いするっていうのがいいですね。で、二つ目、今の時期はちょっと。これね、最近多い断られ方ですね。でもこの断られ方に関しては、こっちのことが嫌いだとか、恋愛対象ではないとか、そういうことではなくって、単に時期の問題なので、やっぱりね、自分の身を守るっていうのはとても大事なことなので、理解を示すってことが大事ですね。まあこういう場合はリモートを活用してね、関係を深めるっていうのがいいかなと思います。で、次、3つ目、体調が優れなくて。女性って男性に比べるとね、体調が変動しやすいんですね。男女限らず元気いっぱいの時にデートしたいって思うものですよね。だからですね、まあ日をね、改めてお誘いするっていうのがいいかなと思います。次、4つ目、今好きな人がいるから。まあ好きな人いるとか、彼氏いるとかね、好きな人に悪いとかね、まあそういう感じでですね、断ってくるっていう場合は、完全に友達として会った方がいいです。あ、そうなんやって言って、あ、じゃあ友達としてね、これからも仲良くしていこうねみたいな感じで切り替えてですね、どんどん絆を深めていって恋愛関係に発展していくっていう方を狙った方がいいですね。では次ですね、何回まで誘ってもいいかっていうとこなんですけど、同じネタで誘える、例えば紅葉に行きましょうとか、クリスマスのイルミネーション見に行きましょうっていう言い方で誘うのは、やっぱりね、一つのネタに対して3回が限界かなと私は思います。それ以上になるとしつこいなとか、なんか下心あるなとか、自分のことめっちゃ好きなんやなって思われたりするので、まあ3回が限界かなと思います。で、注意点としては、断られたらあっさり引き下がるっていうのが大事かなと思います。何度もしつこく誘ったりとか、嫌味言ったりとか、卑屈になったりとかしてはいけないです。まあ、基本的に断られたらあっさり引き下がりましょう。では次ですね、脈なしでもデートしたい場合ですね。まあ、今回ご紹介したところで脈なしに入ってしまった場合でもですね、リベンジしたいなっていう場合は、まず一つ目、時間を短めに提案するってことですね。例えば遊園地に行こうっていうのは丸一日拘束されますよね。じゃなくって仕事終わりね、ちょっとだけ飲みに行かないというふうに時短で提案すると結構来てくれます。で、二つ目、
手が喜ぶスポットへ行く、相手が行きたがってるところやけど全然予約取れへんところを取るとか、相手が一人じゃ行きにくいところに誘ってみるとか、そんな感じで相手がね来てくれるようなところを選んで誘うっていうことですね。で、三つ目がみんなでですね。二人だとちょっとなーって思うけど、みんなで行くっていう場合は来てくれたりとかするので、あんまりね二人で誘って乗ってこない場合はみんなでっていうのを提案するのがいいかなと思います。こんな風にまあ相手に配慮してね、相手に合わせる形で相手に負担のないように誘うっていうのを繰り返すことによって、徐々にですね相手と信頼関係を築いていって、どんどん二人で会いたいなって思わしていくっていうのが大事かなと思います。ということでまとめです。今回はですね、2回目のデートを断られた時の対処法っていうのをご紹介しました。まずですね、2回目のデートを断る理由としては、1つ目、会話がつまらないから。で、2つ目、引いてしまった。やっぱこの2つが大きいかなと思います。で、次、諦めた方がいい断られ方としては、1つ目、機会があれば。で、2つ目、音信不通。で、3つ目、今仕事が忙しくて。で、4つ目、理由がわからない。で、次、攻め方を変えた方がいい断られ方としては、一つ目、こっちから連絡をしますね。ですね。で、二つ目、次は他の人も誘っていきましょう。で、次、もう一度誘った方がいいパターンとしては、一つ目、その日は都合が悪くて。で、二つ目、今の時期はちょっと。三つ目、体調が優れなくて。四つ目、今好きな人がいるので。ですね。で、何回まで同じネタで誘えるかっていうと、まあ、3回が限界かなっていう話もさせてもらいました。で、注意点としては、何回もしつこく誘ったり、嫌味を言ったり、卑屈になってはいけないってことですね。で、脈なしでもデートをしたい場合は、1つ目、時間は短めに提案する。で、2つ目、相手が喜ぶスポットへ誘う。で、3つ目、みんなでを提案してみる。ですね。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画の感想もコメント欄に書いていただけると、とっても嬉しいです。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか？あのね、2回目デートね、断られないためにどうしたらいいかってとこなんですけど、やっぱね、デート中に次の予定を組むことが一番断られづらいかなって思うんですよね。で、その時に、次は紅葉行こうやとか、次はクリスマスのね、イルミネーション見に行こうやっていう時に、映像も一緒に見せた方が断られにくいので、誘う時は誘う文句プラス映像ですね。例えばこうイルミネーションがめっちゃ綺麗なね、画像を見せるとか、まあそういう感じでですね、相手にイメージさせる方が断られにくいかなと思います。で、まあ、断られたとしてもですね、次がね、全くないっていうわけじゃないので、もうそんなにね、落ち込まなくてもいいかなと、攻め方を変えてね、頑張っていきましょうね。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。